スカイピースは日本の男性二人組ユーチューバー2016年に結成。所属レコード会社は株式会社ソニーミュージックレーベルズで、レーベルはソニーミュージックレコーズ。公式ファイクラブはスクール・オブ・スカイピス。YouTube のチャンネル登録者数は2021年7月15日時点で346万人を超えている。 コンビ名は、空にピースをしている画像を見るのが好きだったテオ君が名付けたもので、ピースをしている画像は、空が背景になっているものが多いことから、みんな繋がっているという意味を込めたという。挨拶は、せーの、どうも、スカイピース。イエイ。2016年7月15日に、ツイッターで、相互フォローをしている関係であったテオ君とイニの二人で、結成。 結成された当時は、イニガ介護の専門学校に在籍していて、国家試験を受験して、不動産会社への就職も決定していたが、テオんに幾度となくアプローチされた末、7月15日に結成となった。初登校時は、埼玉県所沢市のアパートで二人で共同生活していた。結成から4年間毎日登校し、春休みや、 夏休みなどは日本投稿を行っていた。動画の内容は、ネタ動画、検証動画などであり、大食いや楽曲のミュージックビデオ、流行りを取り入れたゲームなど、様々な企画を行う。また、スカイピース結成以前から、テオ君とイニによる替え歌オリジナル曲を歌った動画を定期的に投稿している。宮川大成とのコラボ、デミジやスカイピース、カス、 まーた、その4人による、クリエイター集団、青春シュワシュワクラブ、水溜まりボンド、オルタナチャンネル、スカイピースの3組の2人組による、コラボ、オルタマリピース、スカイピースとコムドットによる、コラボ、スカイドットでの動画投稿もしている。現在は保有する2チャンネルともに不定期更新。突起がない限り、公式プロフィール、または、 リバドールニュースのインタビュー記事を出展とした記述。下記のメンバーカラーは、スカイピースの動画内のそれぞれのテロップの色と同じ。スカイピースのサポートをするメンバー。初期はタクマのみであったが、2018年にオーディションを経てチートマコトがチームに加入。2020年に以前から進行があったり波が加入した。そして2021年に開催されたオーディションでここと。 今後加入して、2021年5月現在、スカイピースを含め、計8人で活動している。以下、動画への登場順で掲載。動画の裏方やマネージャーなど、動画の出演頻度が少ない。2017年にソニーミュージックエンタテインメントより、配信限定シングル、スタートダッシュで、アーティストとしてメジャーデビュー。2020年3月22日、 ノンストップラビットの YouTube 動画、卒業生へ、卒業式ができなかった人へ、に出演し、ノンストップラビットの楽曲、全部入の歌唱に参加した。同日、4年間の毎日投稿を終了させることを発表した。毎日投稿の終了に伴い、これまでスカイピースチャンネルで投稿していたネタ動画、検証動画をスカイピースの平和紙までアップするようになり、 メインチャンネルではミュージックビデオや歌ってみたなどの投稿にシフトした。4月24日、1000万回再生を突破した楽曲、オタパリ男子のアンサーソング、オタパリパーティーのミュージックビデオを公開。同日、スカイピースの2チャンネルのアイコン、ヘッダー、平和党の ED、チャンネル名などをすべてリニューアルした。6月30日、所属事務所バズを退所。 ただし、ファンクラブなどは引き続き、バズが運営する予定。12月31日、桃色歌合戦へ初出場。2021年3月14日、動画にて、動画投稿に関する謝罪及び、第2章と称して3月15日から4月8日までの期間に毎日投稿すると発表した。これ以降、ネタ動画などを再び、スカイピースチャンネルで投稿するようになった。 2021年4月29日から5月5日までの7日間ミリオンウィークを開催。2021年7月15日5年目の結成記念日に解散ドッキリ動画を配信した。ドッキリを行った理由として終わりというのは突然来るものだと伝えたかったと説明している。なお、その際に設定ミスによりスーパーチャットができる状態になっていたとして、 スカイピース二人の意向により、同動画で集まった全額を返金することを明らかにした。2021年8月9日から1週間、年内チャンネル登録者数400万人を目指す、スカイピースと年内300万人を目指すコムドットとのコラボ、スカイドットウィークを開催した。8月14日から、イニの体調不良、マネージャーの新型コロナウイルス感染を受けて、 全ての活動を休止し、8月24日に復帰。ありがとうございます。